いやー、へこむね。まあいいや、こっちは撮った。はい、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 と、はい、はい、はい。今日は函館でございます。はい、函館の立地ホテルかな。ちょっとね、クローゼット、昨日もランニングしたんでね。はい、洗濯もいっぱいですけれども、はい、シングルで撮ったんですけど、はい、なんかね、ツインっていうんですか、ダブルっていうんですか、この、ね、こっから真ん中ピタンピタンと分かれてるような、はい、ダブルの部屋でございますと。はい、ね、五稜郭の近くなんですよ。ね、で、すごくね、便のいいところです。で、繁華街っていうんですかね、繁華街もね、結構五稜郭の近くみたいで、駅前よりもね、はい、非常にアクセスのいいところでございます。はい、お風呂はね、はい、やや広めのお風呂でございます。はい、ボディーソープ、コンディショナー、シャンプーね、はい、全部分かれていまして、で、アメニティは、ヘアブラシ、ボディースポンジ、はい、シャワーキャップに歯ブラシですね。はい、この辺はね、自前でございます。はい、まあまあね、過ごしやすい。で、隣の音もね、ほとんど気にならない。ドカドカやらない限りね。はい、テレビはね、まあまあ、まあ普通の感じでございますからね。エアコン、はい、ちょっとね、カビ臭いって言うんですけども。で、ただ、ちょっと、一つだけ不満を言わせていただきますと、はい、ドライヤー。これドライヤーがね、ちょっと安い。ポコってね、これが外れちゃうんですよ。はい、そんな感じでございます。はい、今回はね、五稜郭もランニングいたしましてね、はい、もう五稜郭はやっぱりね、土方歳三、ね、ゆかりの地ということで、はい、ランニングでも気持ちいいです。観光でも気持ちいいです。そしてね、今回はね、江差市の方ですとか、はい、いろいろもありましてね、土方ね、嘆きの松っていうんですかね、観葉花が、沈むのを見た。はい、松のところですとか、はい、あとは土方歳三ね、再起の地って言うんですかね。はい、亡くなったところですかね。その辺もね、見て回ってまいりましたでございます。はい、あとはもう食事はね、ラッキーピエロ、あそこはね、五稜郭店って言うんですか。はい、ラッキーピエロも近いですし、なんといっても、長谷川ストアの焼き鳥ですよね。はい、焼き鳥も癒される。その焼き鳥店も近いんでね、すっごくね、便はいいところだと思います。はい、ドライヤーが残念だけでね、あとは全然、はい、優秀だと思います。はい、料金の方はね、ハイシーズンで6000円だから、かなり安いと思いますね。普段はいくらかわからないんですけれども、はい、北海道、函館来た時はね、いいホテルだと思いますよ。はい、すいません。いろいろ散らかっててね、はい、これは自分のせいなんですけれども、はい、いいホテルだとございます。はい、今日は北海道の、リッチなんとかホテルでございました。はい、もうね、今日はね、もう、ね、酔っ払っちゃってます。ありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございます。